今日はですね、直江津、新潟県直江津にあるねハッピーフィッシング、まあ開放されている防波堤ですよね。はい、そうですね、釣り施設です。なのでそこで今日は尺アジが今釣れてるっていうので来てます。釣れるかな。で周り見てると結構ね、なんかすごい長い飛ばし浮きの籠押しとか籠押さびきの方が結構いっぱいいるんで、まあ結構遠投しないと厳しいのかなと思いつつも、僕やっぱジグタン好きなんでね、両方とも今日ジグタンです。ほらこともこれでね、ちょっと多分まあ防波堤なんで、で聞いたら施設の方に朝聞いたら、まあ、足元10メートル以上深いところも結構多いってことだから、まあ防波堤大きく言えば突き出したストラクチャーですよ、縦のね。その足元も結構回ってくるだろうという甘い考えで釣りをします今日は。かなり潮がゆっくりとろっと流れてるんで、ジグヘッドちょっと軽くします。今 1.5 だったんですよ。そう 1.5 今度ね半分 0.8 一気に 0.8 にします。理由としてはちょっとね、多分ね表そんなにこうまだ棚がどの棚にいるか分かんないんで、ちょっとゆっくり流すように、はい、これ本邦初公開です。これ新型のジグヘッド、新型のジグヘッド今ねテスト中です。でね見てバーニー分かるかな、ちっちゃいちっちゃいのちょっと作ってみました。はい、ちょっとこれでいってみます。よし、とりあえずフルキャスト、今釣り方的には狙い灯籠はこのエッジなんですよね、この防波堤のねキワ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 を狙ってるんで、まあ、とりあえずフルキャストして竿2本分ぐらいねこうね、まあ糸出すんです、こうやってシュッシュッて、でフリーでなるべく沖でスッと落とすような、そういうイメージ、ね、でそれ2本分ぐらい出してからカーブフォール気味で潮に漂わせながらゆったりと狙っていく感じ、ね、デイゲーム明るい時間帯はもう糸丸見えなんで、こう糸の動きを常に見とくといいです。走るね。お、いい味じゃない？いい味だね。ほら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 。ほらいい味。ズンズンズン。はい、やりますね。釣れたよ、釣れた、僕にも釣れた、よかった。結構ボトム、ほんとボトムで、こう棚状な階段状になってるんですよね、棚にね。で沖の一発の棚の上のところちょっと引っかかっちゃって、それ外してその上段にふわっと乗せてる時にちっちゃくくん、超ちっちゃくくんってしたらこれです。いい味ですね、おめでとうございます。あ、いやいや、とんでもないです、ありがとうございます、ね、よかったよかった、釣れて、釣り方は分かったっすよ、分かったよ、もう分かった分かった、もう大丈夫、分かった、釣り方さえ分かってしまえばこっちも、ただ結構な辛抱が必要な釣り、ね、ちゃんと大きめちょっと深場のところでジグタンをボトムに一回スワッとね落としてあげないと、でそこからこうなるべくそこをちょっと上を這わせるような、そんなイメージです、ね、これできますね、またもぞもぞですよ、もぞもぞってちょっと浮かせてからもぞもぞもぞ、イメージ的にはこれ今もうちょっと着底、まだ着底してないでしょ、着底したら着底したらこう糸たるむじゃないですか、
糸がたるんだらそこからこうちょっとだけね一回ふわっと上げて、この下をもぞ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 って潮の流れに感じながらこうふわふわふわって動いてる何かを想像して動かす感じで、まあ深いので割と重いのでね、こうストンと落としてあげてもいいはいいとは思うんだけど、まあ極端に重いのでドスドスとこうトントントン叩いていくよりは、この緩い潮に若干こうなじませながら漂ってるベイトフィッシュをイメージしてあげて動かしてるような感じ。おいい味だね、いい味だね。ほら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 、ホール中ですよ、ホール中ホール中。はい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 。やっぱりこう塩にね乗せてあげるような感じ、しっかりと塩に漂わせてゆったりと送り込んであげるという感じ。そうするとこうボール中に食ってくれるわけですよ。楽しい最高だよね、最高言ってるよ、本当にいいよいいよ、いいですねいいですね。それで深いからね、やり取り重量感もあって楽しいですよ。しかもサイズもね、アジのサイズもいいとなれば、これは20、30に楽しい釣りができるわけですね。最高ですね。はいはいはい。ほらほらほら、綺麗なアジだね。はいはいはい。はい、ネットイン。やった。ね、これでアジが回ってくる。これ見て。こういう感じに釣れるわけですよ。綺麗ないい味が、ほら、あーいいとこかかってる、薄皮のところだけどね、太いいい味。じゃじゃじゃ、これちょっと今テスト中のね、ちっちゃい方のバーニーと新しいジグヘッド、これですよ。まあこのジグヘッド今コンセプト的にはですね、こう横から見たら丸っこいけど正面から見てちょっとこう長細いでしょ、横にね。これなんでかというと、スナイペットはね横の流れを受けてドリフトをさせやすい形状を作ったんですよ。これ逆に横の抵抗を受けずに真下にストンと落としやすい形状のやつを今模索中で作ってます。それで釣れましたね。いやいや余裕の尺越え、いいんじゃない、新潟の味最高なんじゃないのよし、やりました。関さん、釣れたんだけど、ちょっとタモを取ってもらっていいですか。めちゃ元気。ん？いけますよ、いけます。めちゃ元気だな。え？いや、サバっぽくないよ、ほら止まるから、アジジーヤーっぽいですよ、ジーヤー。やっぱり手前だね、手前の棚の上にいたやつだね、これ、はい、ほら、アジだよ、アジ、ほらマジですよ、大丈夫ですよ、やりますか、はい、やりますよ。意外味だね、ありがとうございます届くね、よかった。はい、はい、こちらにどうぞ。はい、ナイスイーンあら、でっかい、
たら、たら大きい。来たよ、ゆるまずれで来ましたよ。ほら、余裕の尺越え。35ぐらいあるかもしれないね。日中にちょっと測ってみます。測ってみましょうかね。やりましたよ。結構ね、大きいではなくて、ほんと手前で食ってくれた感じです。やりました。オキアミから、デリーのオキアミから。やっぱり回り込ませまいてるんで、効くのかな、そういうことなのかな、どうなんですか。でもそういうことですよね。ですか、ということなのでね、やっぱりね、オキアミからこういうコマセが強いときは、機種はオキアミからね入れといた方がいいと思う。